ちょっと待ってよ、どういうことだよモンスターって。言った通りだ。お前を襲ったあの黒犬とドラゴン、そしてあの少女もモンスターだ。だからどうしてここにいるんだよ。13年前モンスター残らず消えたんだろう。いや、消えてなどいない。彼らはまだこの世界に存在する。13年前に起きた東京の分断、あれは事故でも災害でもない。日本政府とモンスター合意の上でなされた極秘の政策だったんだ。どういうこと。我々はある目的のために旧東京を封印した。封印。そして人類は外の世界に、モンスターたちは彼の地に残された。君のお母さんマナもあの日からずっと旧東京にいる。母さんか。そうだ、人類を守るために。だけど人間は。マナは人間じゃない。